私の顔がどんどん大きくなっちゃうじゃないのよ。どうして太陽新章、作曲家から見た景色。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。太陽新章、今日も始まりました。今日もゲストに、何でもらってんの。いつも通り。いつも通り、遠野桜子さんに、はい、今日言えた。遠野桜子さんにゲストに来ていただきました、はい、今日ゲストに来ていただいたということは、うん、今日ビデオを撮れたということで、うん、撮れた、アップできたね。アップできました、うん、今日は下にあります。これ画面がここにあるからね、こっち見てるんです、はい、2人でね、うん、はい、ここにあります、うん、なんだっけ今ね。でも自分の顔見てるこれ、うん、レイニーガール、うん、合ってる合ってる、はい、レイニーガールのはい、動画が公開できまして、よかった、はい、今回、前回も良かったけど、今回も良かったね。今日はまたこのレイニーガールの話、うん、まあ裏話、うん、でもなんか皆さんあのコメント本当にいつもいただいてありがとうございます。ありがとうございます。なんあの本当になんか楽しんでいただけてるみたいで、うん、よかったと思って。んこの会話しんしょ。そうこの2人のトークね、なんで後ろ下がった。私の顔が大きく見えるじゃないよレコーディングの時に何をしてるかってわからないでしょ、うん、普通さ、うん、レコーディングの現場の話って、うん、アーティストの人たちもするけどさ、うん、大体かっこいいこと言うじゃん、うん、まあでもほらうちの場合はまあ自宅の中のスタジオだからね、うん、だからほらなんか今回はなんか降りてきたって感じなんですよみたいなさ今言わないじゃないあんまりあんま聞かないけどビビってきたんですよみたいなさ聞かないよ最近そういうなんかこうかっこいいこと言う風なことを言う感じなんだけど、うん、この場合は、うん、そうじゃなくて、うん、本当にこんなことに苦労したみたいな話が、うん、そうだよ多いから、うん、だから意外といいんじゃないかなと思ってます、うんうん、じゃあ早速、はい、今日の曲を聴いてみましょう。はい、小さな音が、うん、大丈夫だよ。制服、うん、制服だね、うん、娘っ子の高校の時のそうだよね、うん、あの子さ女の子なのにさネクタイ欲しいんだよね。そうだよね、うん、まあ、自由だったからね学校は。マイクちょっと近づけようかな。はい、はい、高いですね今回も、うん、プラス10なんでしょノリノリですね。あ、ちょっと鼻水出そう。だって楽しい曲じゃん。楽しい曲じゃないよ。え、楽しい曲だよ。楽しい曲じゃないよ歌詞。あ、歌詞はね、うん、ノリはね、ちょっとノリがあるけど、ノリはノリがあるけど、ノリがあるはい、ということでレイニーガールね、はいはい、という感じでレイニーガール聴いていただきましたが、はい、どうですか改めて出来上がりを見て。よかったと思います。よかったと思います。そしてそしてですよ、うん、ほら含みのある顔してるでしょ。今週もやったっていう今週の失敗オビちゃんトラブルオビちゃんいやーやっちゃいましたね。最初の何時間ぐらいだろう、うん、2時間ぐらい、うん、の人は見れてた人もいるかもしれない。そうだね。だけど、うん、まあ、今はもうそこなくなっちゃったっていうか変えちゃったので、うん、あのオープニングの一番最初のところに、はい、レイニーガールって書いた、うん、隣にアーティスト名のクレジットが書いてあったんですけど、はい、それ間違えました今なのでもうまた差し替えだどうだって考えたのですが、はい、ね、もう差し替えちょっと多すぎるので。2回目だもんね。そうなのでちょっと応急処置として名前をぼかしました。はい、はい、なので誰の、まあ、支障はないのでね。そうね、まあまあ音の支障もないし、うん、ないね、一番最後は合ってるから、うん、終わった最後のとこは合ってんだよ、うん、
でもそれで持ってきたはずなんですね。いやもうね本当にね、うん、謎でしかない、うん、もう言い訳、うん、あれは、うん、動画の、うん頭に、まあ、黒いやつで文字が書いてあって、うんうんうん、そこの文字を新しいやつに取り替えて、うん、そこをスクショして、うんうん、一番後ろに持ってって貼ってんですよ、うん、だからおかしいんだよね。だから絶対にだって最後のところは合ってるってことは、うん、最初のところは直してスクショしてるんだから、うん、なんかおっしゃったのかな。いやわかんないんだよねそこ。でもねたまに謎現象はあると思う、うん、だからね、うん、無意識でコマンド Z を押してるしまったのかもしれないけど。そうなの？コマンド Z って戻るなの？そうやり直しだからね。あ、そうなの？アンドゥだから、ね、私ほらあのなんだショートカットね。ショートカット使えない人だから、うん、使えない人だから。いやでもね、うん、や思い出してもねその作業工程をそうやって、うん、あ間違えてから戻ろうってやってないんだよね、うん、もうしょうがないの最近記憶喪失だから。ほんとねお年寄りだから。それにしてもいやわかんないね、うん、だからもういいじゃん。でもまあちょっとね応急処置って形であったんでね、うん、ちょっとこう頭のね、うん、あれがちょっと綺麗じゃないくなっちゃって、うん、でも音は良かったよ。ほら開き直ってる。開き直った。開き直って今。まあまあいいじゃないですか。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、で今回は、うん、レイニーガールじゃあ話、はい、次に進めて、はい、はい皆さん温かく見守っていただいて、うん、だからなんで後ろに行くでよ。私の顔がどんどん大きくなっちゃうじゃないのよ。どうしてなんで後ろに行くでよって言ったの。いやいや疲れちゃったからさ。こうほらもっとさじゃあ前にやってよ。前に前いやいやどう考えたって2人で並んだら、うん、桜子さんの方が顔は絶対僕の半分ぐらいしかないんだから。それは嘘だからちょっとムカつくわ。なんでムカつくの。でさ、うんうん、レイニーガール、うん、まずこの選曲ですよ、うん、これは、うん、もうね、うん、だいたいね、うん、なんかあるんですよこの時期にこの曲歌いたいみたいなのが。あ、なるほどね。そうなんです。なんかちょっと季節、うんまあたまあ、関係ない時もあるんだけど、うん、歌いたいっていうのでやっちゃう時もあるから。だけど、まあ、季節やっぱりね雨のやっぱ梅雨入りとか梅雨時期になったら、うん、雨っぽい曲が歌いたくなるので、うん、で去年歌えなかったの。あこれね、うん、去年候補上がってた。わかんない。何歌ったか覚えてないの。すごいな。まあでも去年何やったかなみたいな。まあまあ1年前のやつを見てみればね。あ金島みどりさんとかやってるかも。はい、やってるかも。やってるかも。この曲はだからさ雨の日にちなんで、うん、まあやあのそう梅雨時期でね、うん、なんかそう去年できなかったからやりたいなと思って、うん、そうやったんです。どうですか、うん、なんで光源氏の前グラジュエーションかな、うん、あれも確かあのアルバムに入ってるはずなんですけど。同じアルバムなんだ。そうあのねファーストアルバムなんですよ光源氏さんの。デビューなんだよね。そうデビューのね。で88年だったと思うんですけど、うん、私10歳。私の10歳の誕生日に出たアルバムなんです。あ1月1日って書いてあった。そうリリースが、うん、でうちね弟が私いるじゃないですか、うん、で弟ねちっちゃい頃すごい可愛かったんですよ、うん、で可愛くて、うん、その当時でね多分ね小学校6年生かちょうど中1ぐらいのお姉ちゃんが、うん、もううちの弟のことをすごい可愛いって言って、うん、可愛がってくれてたんだ。ってたお姉ちゃんがいて、うんうん、そのお姉ちゃんが、うん、あのまあダビングをね、うん、してくれて。あその光源氏をね。そう。おーおーでそれであの聞いてて好きになったんですよ。あすごい人気だったから。あの当時はファンになったとかっていうレベルじゃなくて、うん、みんなが好きだったよね。そうだから私も光源氏ごっこやってたから。光源氏ごっこそうやってたから。光源氏ごっこって何するの。えローラースケート履いて光源氏のように踊るって、うん、踊れやしないんだけど。とにかくぐるぐる回るだけでも。そうだよ光源氏ごっこそうやってたんで。そう小学校5年生の時。5年生の時、うん、ぐるぐる回ってた。うん、まあ、なんか転びながらやってた。でもなんか歌いながら、うん、なんか近所の子たちとやってた。でもこの曲もやってた。この曲じゃないと思うけど、うん、でもこの曲っていうかこのアルバムが本当にすごい好きで、うん、ちょうど長野にね、うん、転校するっていう時だったんですよ、うん、
ちょうどだって3月でね、うん、ちょうどあれだから、うん、ちょうど多分そのそれをもらって多分何ヶ月後ぐらい、うん、でその間にも長野にほら行ったり来たりしてるから、うんうん、そのこうちょっと長野行ってみたりとかって言って その車の中でね、うん、かけてたんですよ。あ、これをね、アルバムね、うんうん、だからなんか思い入れがあるんですよ。思い入れが一緒に歌ってたんだ。そう、あ、じゃあその10歳の時から、うん、もう何十年も歌ってる歌なんだ。何十年も歌ってるっていうかすごいずっと好き好き、うん、どうそのね、うん、小学校時はさ、憧れの光源氏の歌だったわけじゃないですか、うんうんうん、ね、うん、それをまさか自分が将来録音するとは思わなかったわけでしょ。思わないよね。思わないよね、うん、ね、でも、うん、みんなそうでしょ。まあね、好きでしょ。小学校ぐらいの時に好きになったものっていうか、うんうん、好きじゃないですか。西城秀樹好きいやいや、だってちびまる子ちゃんだって、そうだよね、秀樹って言ってたでしょ。お姉ちゃんか、お姉ちゃんが、お姉ちゃんの方か。いや、秀樹、まあ秀樹の話して、うん、僕秀樹のファンじゃないですよ、うん、ただあの当時は秀樹も流行ってた、うん、あ、そうそうそう、僕の時はね、あ、僕の時、僕が小学校の時はね、そう、僕の周りはね、うん、西城秀樹さんが ね、うん、でもやっぱりその時代っていうのはやっぱり流行ってるものってのあったよね、うん、あったでしょ。でも私は光源氏だったんだね。でやっぱり、うん、あの当時聞いてたものっていうのは、うんうんうん、いわゆるなんていうの、小学生の時聞いてたわけだから、うんうん、思春期じゃないじゃん。うん、思春期じゃないね、まあ、なり入りかけたね、 小学校のこう4年生から5年生にかけてだから、うん、もう10歳だんだん思春期入りかけた ね、 だね、うん、そうするとさ、今回の歌詞っていうのはさ、うん、まあ大体、うん、中学校2年生から高校2年生ぐらいまでの間を高校生だねと思った。高校生でしょ、うん、それを小学生が聞いてるわけじゃんか、うんうんうん、で歌ったのは大人なわけじゃんか、うん、歌詞の意味は理解してない小学校の時、うん、ただ、うん、あ、なんか失恋の曲なんだなっていうのは分かってた。あ、なるほどね、うん、でそれを今回歌ってみて、うん、どうでしたか。高校生の恋愛だなってなんか青春だなって。そうね、うん、だから歌詞がさ、うん、なんとなく切ないじゃん。切ないだけど、うん、歌はなんか元気いっぱいじゃん。うん、マジックだね。マジックだね、うん、いわゆる高校生の、うん、まあ青春時代の話じゃないですか、うんうん、でこれ僕、まあ、歌詞を解釈する、まあ、歌い手としてね、うん、解釈する時に、うんうん、もうずっと指いじっちゃう今日3人その登場人物がいるでしょ、うんうんうん、主人公の男の子、うん、主人公の友達、そう、あいつと言われてるやつ、ね、そうそう、友達、うん、で主人公が好きな女の 女の子で、この好きな女の子っていうのはその主人公の友達の彼女、あいつの彼女だね。そうでさ、これね、うん、歌い手としてさ、うん、主人公は男の子でしょ、うん、しかも少年、うん、でも歌い手はさ女性なわけじゃないですか、うんうんうん、どういう風にイメージをするの。あ、もう完全これ物語ですよ。だからそれこそ物語を作る、うんうんうん、物語を読むかのように歌ってる。あ、朗読のように、うーん、朗読のようにというか、うん、入り込める曲、うんうん、入り込めないわけじゃないけど、うん、そういうんじゃないんだけど、うん、でもちゃんとこう世界、うん、あ、言ってたもんね、レコーディングの時、うん、この歌はさ、うん、すごいイメージができるって。そう、あ、もうね、もう本当に歌詞だけで、うん、もうね、絵が見えるんですよ。なるほど、もうバッチリ。だって出だしからそうだもんね。そう、もうね、バッチリ絵が見えるんです、うん、本当に。だから物語をそれこそ本当4本を読んでるかのような感じなんだよね、うん、この曲って、うんうんうん、すごいなと思いますよ。だからさ、最近のね、うん、もう僕よく言ってんだけど、うん、最近の歌ってのは、うん、あの映像がくっついて文字があとあって ね、うん、っていうのがワンセットになっちゃうすでに、うんうん、だから音楽単体で存在してないじゃん、うん、ほとんどが。そうだ ね、 ね、だから情景描写ってのはあんまりあの歌詞の中に書かなくてもよかったりするわけ、うん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 、だけどこの当時のやつってのは必ずそうやって情景描写が書いてあって、うん、その聴き手も歌い手もパッてその世界が見えるような感じになってるよね。うん、この曲はもうまさにそんな感じ。やっぱりそっちの方が歌い手としては歌いやすいの、うん、歌いやすい、やっぱり、うん、うん、やっぱりこう感情
だけのものって、うん、まあでも人にもよるのかな。だからあれだよね、感情だけだったりさ、セリフだけしか書いてない最近の歌詞とかでも映像がイメージできてれば歌いやすいかもしれない。うん、なんか感情だけのものって、うん、完全に自分とリンクしてないと、あ、確かに、なんかこうそこに行けないというか、うん、だけどなんか絵があることによって、なんかその風景とかが見えると、ほら本とかも自分とは違うけど、うん、まあ疑似体験でしょ、うん、それこそさっき言ってたちょっとマイケル・ジャクソンの話じゃないけど、うん、マイケル・ジャクソンは本が好きだったって知ってます。そうなんだ、うん、で本はどこにでも旅に連れてってくれるって。ああ、彼はほらね、ツアーでしか旅に行かないから、うん、だからそう、だから、うん、本をね読むと、そういろんなとこに連れてってくれるっていうので、ね、うん、すごいそれよくわかる、うんうんうん、でしょ。本って確かに自分が疑似体験してるような感じになるじゃないですか、ね、本を読むとね、うん、あの物語だと、うん、だからそういう感じ、映画というかね、まあでも映画のような映像だよね、うん、頭の中ではね。でも感情表現だけの曲って、うん、まあ、まあどうなんだろうね。なんか、うん、私も自分で書くときって基本的に背景描写がある歌詞しか多分書いてない気がするんだよね。そうだね、うん、だからね、どっちがいいとか悪いとかじゃない、うん、ね、もちろんね、うんうんうん、だから桜子さんが歌うときは、うんうんうん、今言ってくれたように、うん、情景をイメージして、うん、でその世界で、うん、その主人公として語るっていう感じで歌ってるってことか。うん、今回の曲でもそう、うん、なんかこう、そう、絵があるから、その絵、うん、絵だったね、絵だったね、絵に沿ってっていう感じ、うん、もちろん感情が乗って歌う曲もすごくあるけど ね、 あるけどね。だからさ、うん、10代の時にあの歌を聴いてた印象とさ、うんうん、その後に聴いてた印象と今回聴いてた印象っていうのはやっぱり違うんじゃないかなと思うんだよね。うん、うんとね、基本的には、うん、あんまり変わってないと思う。あ、そう、うんうん、なんか好きになった時の、うんうん、誰かに重ねて好きになってるとかなわけじゃないから、曲を。あ、なるほどね、うん、だからその曲が好きだから、曲が好きだからね。あ、なるほどね。そう、その曲が好きだから、うん、これがこう誰かを重ねてで好きとかってなったら違うんだと思うんだよね。だけど、うん、そうじゃなくて本当に光源氏が好きでね、好きで、うん、あの曲が本当に好きだったの、うん、あの曲とね、グラデーション特に好きだったの、本当に。だから今回だからこう2曲収録できてよかったね、うんうん、よかった、よかった。本当に好きなの、本当にすごい好きな曲なのなんだろうね。だから、はい、ご視聴いただきましてどうもありがとうございます。おしゃべりの2人ですので、まだまだこの後もトークはね続いてしまったわけですけども、なので、今回も2回に分けての配信とさせていただきます。またこの続きはね次回の動画で、お届けしたいと思いますので、ぜひね楽しみにお待ちになっていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。Thank you.